アルビン・ラングダン・コバーンアルビン・ラングダン・コバーンは20世紀前半のアメリカの写真家。アルビン・ラングドン・コバーンと記載されることもある。1882年ボストンに生まれ、最初は美術を学んだが、写真家だったいとこの F、ホーランド・デーの勧めで写真に入った。1900年18歳の時にロンドン・サロンで展示されるなど、早熟の天才というべき。 写真作家となった。1902年には、アルフレッド・スティーグリッツなどともにフォトセセッションの創立会員となった。また、リンクトリングに参加し、ピクトリアリスムの作品を多く残した。カメラワークに作品を発表したり、291、ギャラリーでも個展を開催している。1906年、23歳の時、 大英王立写真協会が彼のため個展を開いている。この頃の業績としては1909年に出版した写真集、ロンドン、1912年に出版した写真集、ニューヨーク、また、イギリスやフランスの人たちのポートレートを集め1913年、メン・オブ・マークと1922年に出版したその続編がある。 この頃の写真は絵画追従でソフト描写のいわゆるサロン写真であったが人物の把握はしっかりしており日本の営業写真家にも影響を与えたしかし彼の天才性を真に示すのは写真における抽象表現の分野であった1913年にロンドンで開いた個展で高層建築の上層から真下の広場や 街路や建物を俯瞰撮影することで遠近感を消して抽象的なパターンと化した、頂上から見たニューヨークという5枚の作品を展示した。ボーティシズムの影響を受け、三角形に繋ぎ合わせた3枚の鏡の中へカメラレンズを突っ込んで撮影する特別な写真機、ボルトスコープを制作し、1917年極めて抽象的な写真作品。 ボルトグラフを残している。ピクトリアリスムのみならずストレートフォトグラフィの作品もあるが、スティーグリッツのようにストレートに完全に移行することなく、ピクトリアリスムの傾向を止めていたと言える。1918年には北ウェールズに移住し、間もなく写真家を引退、1966年11月23日、北ウェールズで死去した。 引退が早かったためこの当時でもほとんど知られていなかった。朝日カメラ1967年8月号 P199 朝日カメラ1967年8月号 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 P199, ありがとうございます。